アイン様、執務の最中に失礼いたします。ナーベラルガンマがお目通りをしたいと願っておりますが、いかがいたしましょうか。ナーベラルが、構わん、通せ。かしこまりました。失礼いたします。アインズ様、執務の最中に。構わん。それにどのアンデッドを生み出すかを検討していただけだ。執務などと言えるほど立派なものではない。何をおっしゃいますか、アインズ様。ナザリック地下大墳墓の防衛力を高めることは重要。それを計画されるアインズ様以上にこの地で働いている者がいるでしょうか。あ、うん、そう言ってくれると嬉しいものだ。それでナーベラルよ、ここには何をしに来たのだ。はい、ハムスケがここにいないかと思い参りました。ハムスケ。はい。外が恋しいなどと言ったから、お前が地表まで連れて行ったのではないか。アルベド、戻ってきたとかそういう話は聞いているか。いいえ、聞いておりません。ナーベラルガンマ、どういうことかアインズ様にご説明を。は、それが、その、しかし第六階層ではダメだったのは魔法的な太陽だからか。ハムスケが戻り次第確認を取った方が良いな。外で暮らしていた魔獣だからこそ気がつく何かがあるとすると、今後に差し支える可能性がある。アルベド、アウラとマーレを後で呼ぶように。かしこまりました。それでどうしたの、ナーベラルガンマ。は、アインズ様、恐れながらハムスケはナザリック地下大墳墓の中にいると思われますが、現在行方不明となっております。何、そうなのか。はい、実は地表から戻ってくる最中、自分も何かナザリックのために働きたいというものですから、第六階層で使う実験材料の運搬を任せたものの、アウラ様の魔獣の一体が伝言を持ってまいりまして、まだ荷物が届いていないと。ふん。多少の知能はあるとはいえ、所詮は獣ですから、仕事を放り出して主であるアインズ様のもとに行ってしまったのではと考えた次第でございます。そこまでバカではないと思うが、おそらく道にでも迷っているのだろう。しもべたちには顔を合わせさせているから襲われることはないだろうが。アインズ様、現在ナザリックに残っている階層守護者たちに聞かれてみては、何か報告が届いているかもしれません。それならば助かるが、迷子、いや、ペット探しに守護者たちを使うというのも。ちょうどアウラがトブの大森林から戻っております。それとナザリックに残っているのはシャルティアとマーレですね。あの子たちなら楽しんで探すのでは。そうか、今ナザリックにいる守護者は半分以下なんだよな。セバスは情報収集、デミウルゴスは工作活動で外に出ている、コキュートスは軍勢を率いてリザードマンの村に向かったし、アウラも普段は大森林で要塞を建設させているからな。そうだな、アウラたちならいい息抜きになるかもしれないな。メッセージで連絡してみよう。シャルティア。私なんてどうせ守護者失格のクソったれなのよ。あんな失敗をしなかすなんて。シャルティア。ああ、耳に愛しくも気高きあの方が私を呼ぶ声が聞こえてくるわ。月曜が聞こえてくるなんて、私ももうおしまいね。もう一杯おかわり。シャルティアどうしたんだ。え、アインズ様。そうだ、私だ。あ、少々頼みたいことがあったのだが、取り込み中なら後で構わない。しかしここはどこでござるか。
ナーベラル殿から頂戴した任務を遂行しなくてはならないのでござるが、はて。あ、なんでござろうか。恐ろしくも怨念に満ちた重曹の声でござるな。それにしても、ここ、本当にどこでござろうか。いや、それがしは最も強大で偉大なる殿の中心、ハムスカでござる。何が現れようと、恐れるに足らずでござる。あ、何やら怪しげな気配でござる。うわあ、この音、それに腐った肉の匂いは。うわあ、アンデッドはもうゴリゴリでござるよ。うん、では第一階層にハムスケがいたんだな。なぜまだそんなところに。第一階層を巡回していたしもべの報告によると、第二階層へのゲートからかなり離れた場所にいたそうでありんす。なのでしもべも声をかけようとしたでありんすが、あっという間に走り去っていってしまったそうでありんす。どこに向かったかはわかるか。ご期待に添えず申し訳ありんせんが、その後は見かけなかったそうでありんす。あのあたりは複雑な迷路になっていんすから。そうか、ゲートを使った形跡はなかったのだな。はい、ただ第一階層には転移の罠がありんすから、それにかかってどこかの階層に移動した可能性はありんす。ふん、私に忠誠を誓う者がこのナザリックで事故死したとあっては少々寝覚めが悪いな。シャルティア。はい。第九階層に来たばかりで悪いが、ハムスケの捜索を頼む。転移した可能性を考慮し、第一階層だけでなく第二第三階層まで広げて当たってくれ。承知いたしました、我が君。シャルティア、そのだな、何かあったら相談に乗るからな。アイズ様、故障でありんすから何も聞かないでおくなし。アイン様、こんな頭に血の通っていないものは放っておいて、私と二人でハムスケを探しに参りましょう。その目開いてしっかり見とれや。あんな獣ごとき小指で捕まえてやるわ。あらあら、動物を捕らえるのには対象を上回る知能がいるのよ。ナーベラル、手伝ってあげたら。は、私がですか。いえ、決して不満などでは。その、私ごときがシャルティア様のお役に立つかなと。謙遜などしなくてよいのですよ、ナーベラル。いい加減にしろ、アインズ様。お前らのやる気はよくわかった。アルベドとシャルティア、二人で組んで探してこい。そうすればすぐに見つかるだろう。え？ナーベラル、行くぞ。かしこまりました。あ、アイン様、そんなご無体な。ったく、喧嘩ばかりしよって。まあ、シャルティアは少し元気が出たようだな。精神支配を受けた一件は気にしなくていいと言っているんだけど、まだ引きずっているんだろうな。アインズ様、ゲート関係を管理している私たちの末の妹に聞けば大体の位置はわかるかと思うのですが。まあ確かにそうだが、一緒に行動させればあの二人も少しは仲良くなるだろう。遠回りな方法で探そうではないか。アインズ様の深きお考えも気づかぬ愚か者が差し出がましいことを申し上げました。何卒お許しください。うん、今思いついた割には支配者らしいいい理由だ。平伏せずともよい、ナーベラル。まずは第六階層に寄っていくぞ。かしこまりました。ああ、指輪がないと移動が面倒だな。ナーベラル、このギルドの指輪を使うがよい。そんな。
至高の御方々のためのアイテムを私ごときが使わせていただくわけには。あくまでも一時的に貸すだけだ。かしこまりました。では僭越ながら使わせていただきます。アインズ様、ようこそ第六階層へ。アインズ様、ようこそ。ハムスケがこのナザリック地下大墳墓で行方不明になった経緯は聞いているな。はい。お前たちの力でハムスケを探すのを手伝ってほしい。任せてください。頑張ります。今頃アルベドとシャルティアも捜索を開始している頃だろう。シャルティアが？ろくに鼻の利かないヴァンパイアなんかに負けませんよ。でもハムスケは第一階層にいるんでしょ。僕たちの管轄外のエリアって不利なんじゃ。そんな気弱なこと言わないの。痛いよお姉ちゃん。アインズ様、どうした。その僭越ではありますがお願いがあるんです。なんだ、言ってみろ。欲しい褒美でもあるのか。ハムスケを初めて見た時からちょっと気になってまして。うん、わかるぞ。女の子はああいう可愛い動物が好きなんだよな。そのもしもなんですけど、ハムスケが死んでたら毛皮をもらってもいいですか。頑張って剥ぎますから。毛皮？お姉ちゃんダメだよ。死体はいろんな実験に使えるから大事にしなさいってデミウルボさんが言ってたよ。わかってるって。やっぱ無理ですよね。アインズ様、わがままを言って申し訳ございません。いや、お前たちが率直に考えを言ってくれることは大変好ましい。だが、そうだな。ハムスケはまだ死んではいないだろう。アウラの望みを叶えてやれなくてすまないが。とんでもございません。では私たちはすぐに出発します。マーレ、行くよ。僕は指輪があるし。マーレ。わかったよ。とっとと走る。指輪を貸そうと思ったんだが、まあいっか。どうやら私が第一階層に一番乗りのようね。私が一番でアリンス。はあ、ダメダメ、先ほどアインズ様から叱られたばかりじゃない。今は任務の方が優先よ。そう、名誉挽回が最優先でアリンスな。あの動物をさっさと捕まえてアインズ様の元に持っていかなければ。一時休戦でありんすね。これでよしと。胸詰め終わった。準備万端でありんす。あら冷静ね。後日倍にしてその面に叩き返してありんす。さあ、この階層は私がペロロンチーノ様に管理を任された階層、特別に案内してやるでありんす。やっぱりハムスケの匂いはしないな。第六階層にはいないかもね。ゲートも使われた形跡がないしね。どうする。トラップで転移したとしてもそんなに下の階層まで行かないはずだし、第五第四階層って順番に探していけばいいと思う。オッケー。特に動物の気配はないようでありんすね。探知系の魔法とかスキルはないの。それはこっちのセリフでありんす。完璧な守護者統括殿ならば探知系魔法や生命感知ぐらい使えないでありんすか。私の能力は別のものに割り振られているの。物探しには向いていないわ。私の姉さんに助力を請うのもまあ最後の手段ね。ふう。
お互い戦闘系でありんすからね。侵入者ならともかく、あの動物は僭越にもナザリックに連なるものとなっているから、アラームに反応しないのよね。血の匂いでもあればすぐにわかるでありんすが。まあいいわ、第一階層は一通り見て回ったし、第二階層に行ってみましょうか。賛成でありんす。第三階層にもいなかったね。案外地上に戻っちゃったんじゃないの。どうだろう。アルベドさんたちが上から探すから、見つけたら連絡くれるって。ふーん、シャルティアに先越されるのは尺だな。あ、魔法使わないの。第二階層でディテクトライフを使うと反応が多すぎるんだよ。ブラックカプセルがあるから。でもあれっていつも一箇所に固まっているんでしょ。外には出てないよね。わからないよ。溢れているかも。うわ、嫌な話を聞いたわ。たくしょうがないな、地道に探すか。ぎ、シャルティア、チビ。あら、私たちがここで会うということは、あの動物は第二階層にいるのね。多分第六階層から順に探したけどいなかったので。シャルティアったら、自分の管理している階層なのに探すのずいぶん遅いんじゃない。第二階層はこっちがあらかた調べたでありんす。どうせ恩師の力ではなく、マーレの魔法を使ったんでありんしょ。私だって動物の気配を探れるもん。って、第二階層はもう探し終わったの？あとはこの一帯を残すのみね。ほんの少しだけど、獣の匂いがする。お手柄だわ、アウラ。案内してくれないかしら。教えてほしい？シャルティア。お姉ちゃん、意地悪はダメだよ。それにさ、早く見つけて帰ろうよ。ね？仕方ないな。こっちだよ！あ、こっちこっち！なんでそんな奥まったところにいるでありんすか？やはり、転移の罠で飛ばされてしまったのでしょうね。ということは、やはりブラックカプセルに。正直あまり行きたい場所ではないでありんすが。そうなんだ。いやー、親切な御神がいて助かったでござるよ。それがし、この荷物を第六階層へ届けるという重大任務を命じられているのでござる。そちらに曲がればよいのでござるな。見つけたー。うわ、おや、アウラ殿。どうしたの、お姉ちゃん。あ、額。おぉ、マーレ殿ではござらぬか。ちょっと近づかないでよ。え？そこの動物、立ち止まりなさい。シャルティア殿にアルベド殿まで。一体どうしたでござるか？その頭の上の黒い物体は。あ、彼でござるか。ここの領域守護者の方が彼を道案内に貸してくれたのでござるよ。恐怖光？そうでござる。私、休養を思い出したわ。では失礼。これ、アウラ、離れなさい。自分だけ逃げるなんてずるい。自分だけ任務から逃げ出す気？大した守護者統括様ね。そんなわけないでしょ。そうね、休養だけど後回しにするわ。そうだ、マーレ、あんた男の子なんだからなんとかしなさいよ。あれ、なんとかって、ちょっとつついてみようかな。マーレ殿、杖を振り上げていかがなさるおつもりでござるか。殴るのはダメよ。潰したらどうする気。あれに触ったら二度とあんたに近づかないからね。分かってるよ。この子も愛
インズ様に仕えるしもべだよ。傷つけるわけないじゃん。どうしたでござるか。アウラ殿もお顔が真っ青でござるよ。具合が悪いのであればそれがしの背に乗ればいいでござる。しっかりやるな。なんでござるか。殺すぞ獣。降参でござる。絶対服従でござる。お腹も見せるでござるよ。だったらそのゴキブリ何とかしてよ。早くしないと。ハブスケなんか生きたまま釜入っちゃうんだから。お助けでござる。あ、行っちゃった。あっという間に見えなくなったわね。あ、いえ、アリンスね。さて、どうしたものかしら。腕アリンスか。あの程度のスピードならすぐに追いつけると思うでアリンスが。まだ頭にアリがついてるよね、きっと。ナザリックの眷属であるとはいえ、あれはほんの少しばかり苦手なのよね。不本意ではアリンスが、同意でアリンス。あんたの部下でしょ。ではここに呼ぶでアリンスか。恐怖感を。やめて。ゴキブリは苦手だって言ったでしょ。エントモはコキュートスと一緒に外に行ってるし、困ったわね。はあ、とりあえずアインズ様にハムスケが生きていたことをお伝えしましょうか。アウラ殿、ひどいでござる。あの目はマジだったでござる。心配してくれるでござるか。かたじけないのでござる。それがし、気づかぬうちに何かしでかしてしまったのでござろうか。ハムスケ、今ならげんこつで許してあげるわ。なあベラル、そんなこと言ったら出てこないだろ。トーノー。お、出てきたか。え、トーノー。待て、飛びつくな。やめろ。お、顔に何貼り付けているんだ。怖かったでござる。なるほど、恐怖光に助けてもらったのか。殿、それがし何かしてしまったなら深くお詫びするでござる。どうかどうか命だけは助けてほしいでござるよ。ああ、説明が難しいが、アウラたちは怒ってなどいない。お前が迷子になったから探しに行っただけだ。そうでござるか。だが皆の手を煩わせたのは事実だぞ。それがし深く反省するでござる。アインズ様、恐怖光の眷属にはご命令通り食べ物を与え引き取り願いました。ご苦労。しかし驚きだな、恐怖光の眷属に知性がある者がいるとは。それともドルイドの力で作り出した使い魔的存在か。ナーベラル殿もご迷惑をおかけして申し訳なかったでござる。いいえ、今回は全て私の不徳が致すところ。アインズ様。ん？私が安易に使いを頼んだせいで、アインズ様のペットを殺してしまうところでした。その上、アルベド様たち、守護者の方々のお手まで煩わせる事態になるとは。この罪、己の命程度で贖えるとは思いません。いかようにも、罰をお与えくださいませ。ナーベラル殿は悪くないでござる。それがし、少しでもナザリックの役に立ちたくて、ナーベラル殿に無理を言ったのでござる。ふん。外からやってきたハムスケは、元からいる NPC たちには、あまり受け入れられていないけど、今後はナザリックに外部の力が加わる可能性が高い。こうやって少しずつでも、仲良くなってくれればいいんだけどな。そうだな。皆無事だった。それでよしとしようではないか。無論、アルベドたちにはきちんと礼を言っておくように。私からも後でねぎらっておこう。殿、それがし、殿のような立派な奴隷を持つお方に仕えられて幸せでござる。偉大なる至高の御方のご慈悲に深く感謝申し上げます。では引き上げるとするか。
極楽極楽。今日は嫌な汗をかいたでありんすな。あちこち走り回って汚れてしまったし、いつお呼び出しがあってもいいよう、きちんと手入れをしないとね。でも、シャルティアはいいわね。何が？面積が少ないから、手入れが楽そうで、羨ましいわ。ゴリラに面積を誇られてもね。そうね。うなぎに凹凸がないのと同様に、仕方がないことだものね。ああ、また始まったよ。もうシーラない。しかし、あのライオン像すごい立派だな。まるで動き出しそうな。なわけないか。